はい、こんにちは、ゆきここのゆきです。今日はね、モバイルバッテリーなんですけども、皆さんね、モバイルバッテリー持ってる人多いと思うんですけども、僕がね、最初に買ったのはガラケーの時にこの 1800mAh のモバイルバッテリー最初買って使ってました。ガラケーの時にね。で、1年前ぐらいかな、去年ね、壊れちゃって、初めてスマートフォン買ったんですよ、去年で。その時にやっぱりモバイルバッテリー必要かなと思ったので、モバイルバッテリー一緒にくださいって言われて、こちら買いました。 2500mAh の1回だけ充電できるモバイルバッテリーね、これ買いました。で、お店の人に2回できるタイプと1回だけできるタイプありますけど、どっちがいいですかって言われた時に、僕そこまでね、まだスマートフォンが結構電池が食うってあんましね、よく知らなかったっていうかね、分かってなかったんで、1回でいいですって言ったんですよ。で、それで1回だけを買って、いざ使ってみたら結構電池でスマートフォン食うんだね。で、普段で僕は、充電して病院に行ったりとか、ちょっと出かけるぐらいだと、だいたい電池持っちゃうんですよね。このバッテリーを持っていかなくてもだいたい持っちゃって、普段、病院っていうこともあって、病院はやっぱり、ね、携帯ほとんど使えなかったりする場所もあるんで、電池ってあんまり使わないじゃないですか。で、お出かけする時もね、やっぱり手先によってはあんまり使わないので、予備で持ってっても最悪ね、使っても1回充電しちゃえば間に合っちゃうんですよね、なんとかね。でも最近、いろんな写真撮ってね、ツイッターとかブログとかにね、やっぱり載っけるに撮るじゃないですか、いろんな。で、またちょっとゲームをやったりとかしちゃうと、これ1個だとちょっとやばいかなってね、最近思ってきたんですよ。で、今回1週間ちょぴっこお出かけしちゃうんですよ。そうするとこれ絶対足りないだろうと、ということで Amazon さんで大容量のモバイルバッテリー買いました。で、Amazon さんって結構梱包しっかりしてるんで、開けてからも中の後ろのところ動かないように粘着っていうか、のりみたいに止められるじゃないですか。そういうのとか、開封の箱を開けるときにも、僕ちょっと握力とかの力もないので、先に開けてもらっときました。僕今回買ったのはこれです。チーロさんのパワープラス 1400mAh の大容量バッテリーですね。こちら買いました。今更と思うんですけども、こちらね、新しいモデルも去年 6000mAh のが出てて、それと比べると値段、こちらの方が500円くらいかな、高いだけなんですよ。で、向こうの 6000mAh の方も良かったんだけど、長期間いなかったりするので、それならやっぱり大きい大容量の方がいいだろうってことでこちら買いました。いずれね、6000mAh の方もね、欲しいなと思うんですけど、モバイルバッテリーって結構いくつあってもね、いくつあってもってありすぎても困っちゃうけど、2、3個あってもね、いいかなって思うぐらいなので、機会があればね、と思ってます。じゃあ、開けます。よいしょ。入ってたのは説明書。それから、モバイルバッテリーを充電する USB とマイクロ USB がのケーブル1個、あとモバイルバッテリーを入れるための袋、ちょっとゴワゴワしてるね。それから最後に本体なんですけど、本体がまたこれ きれいにはまってて取れない。あ、取れた。はい、こちらです。結構大きいね。
大きさから言うと、僕最初に使ってたね、このこっちのモバイルバッテリーと比べると厚みは変わらないんだよね。厚みは変わらないけど、横の大きさから言ったら1個、2個、3個ぐらい、うん、大体3個くらいでね、3個くらい並べた大きさがこちらぐらいの大きさですね。重みもやっぱり、まあ当然ながらこっち 1400mAh あるんでちょっと重いんですけど、まあ僕の力でもまあ持てるぐらいの重さかな。うん。で、こちらにポートがありますね。1A のポートと 2.1A。の USB ポートと、あとマイクロ USB、 まあ充電するとき、このモバイルバッテリー自身を充電するときのためのマイクロ USB ポートですね。あとはなんかこのボタンを押すと、みんなね知ってると思うんだけど、押すとこのモバイルバッテリーの残りの残量がいくつあるかっていうのが分かるみたいですね。なんかこれを充電するときって USB、 まあここにマイクロ USB 差し USB でやるんで、パソコンとかで充電することとかがね、のまあパソコンで充電する用っていう感じになっちゃうじゃないですか。なので僕ね、日頃 AC アダプターとかで充電することが多いんで、パソコンで充電することってあんまりしないんで、モバイルバッテリーを。なのでもう一個ね、この Acom さんのAC アダプター USB ポートが1個ついてるやつですね。こちらも一緒に買いました。なんか USB ポートが2つついてるものもあるんですけど、僕が買ったのは 1ポートのみのやつです。うん。スマートフォンの充電時間が 2.5 時間って早いんだかちょっと僕わかんないんですけど、まあ高速充電って書いてあるから早いんでしょうね、どうせね。高出力 1800mAh、 こちら買いました。で、なんかこれで言うと対応機種っていうのも書いてあるんですね。今ちょっと説明書見たんですけど、iPodiPhone、 あとマイクロ USB 対応のスマートフォンと iPad、 iPad 2、 新しい iPad、 iPad mini、マイクロ USB 対応の Wi-Fi ルーターが充電できますって一応書いてありますね。ただその他にポータブルゲーム機、 MP3 プレイヤーと機種によっては充電できないものもありますって書いてあるから、やっぱりこれは直接やっぱり入れてみないとわかんないかな。ね、どれが充電できてっていうのもね、あると思うんで、あれなんですけど。どうしようか。エルコムさんのもちょっと、まあこれはね、開けてもしょうがないんで、皆さんね、この開けてもしょうがないよと思うかもしれないけど、とりあえず開けてみますか。一緒にね、ついでに。僕の力でも全然いけますね。はい、こんな感じです。あ、ここ結構滑らかですね。この充電するときこれ結構固めのもあるじゃないですか。カチ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 、そういうものって結構大変だったりするんですよね。力がないし、僕とかはできなくはないですけどね。でもこんだけ滑らかの方が僕はやりやすいかなって感じします。で、さっき言ったように1ポートのみ、まあ、2ポートもあって、同時になんかケーブルつないで充電することもできるらしいんですけども、なんかものによっては、あの大きい容量のものに関してはなんか同時には充電できなくなるみたいなので、それは僕もちょっと詳しくは調べてね、分かんないんですけども、そういうものあるみたいです。はい、
っていうことなので、今回は、まあ、今までモバイルバッテリー持ってたけど、まあ、お出かけもするし、もうちょっと大容量 あのモバイルバッテリー欲しいから買ってみたっていうところでした。気になる方はですね、下の概要欄の方にリンクの方貼り付けときますので、もしよかったらチェックしてみてください。まあ、今更ですけどね。ということで、最後にチャンネル登録と、コメントですね、よろしくお願いします。それではまたねー。